よし行くぜ。もうケオス死んだんじゃねえの？一回戻っちゃったよ。戻ってこう、なんかね、お話、一回、ちょっとコーヒーでも飲むか、的なね。てかこれラスボスちゃうん？わ、炎の結晶かっこいいやん。やあ、マックス。思ったより早かったね、ケイオス。13年前、発掘兵器を作っ。でも、それは文字通りの付け焼き刃。壊れ。約束だったね、マックス。ああ、壊すのか？止めろ！何もしない、マックス！なんか魔法がなんか使え、ガイアノバ使え、ガイアノバ。ああ。その顔、いいよ、最高だ。すべてのコースの大結晶は破壊された。これでダークキャッスルを召喚。光の結晶も大結晶ももうない。僕が勝って幕を開けるか、君が勝って幕を引くのか。あ、逃げちゃうの？なんだ！え？一対一？え、無理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 。セーブしたっけ？セーブしたね。よし、大丈夫。光の聖地。え、これで終わり？もしかして。いやいや、絶対そんなことないやろ。確か、マックスの生まれ故郷の。あそこは、エノクアという名の。エノクアはここから西に。それでも私。おい、レギュが切れ。おい、ライノス、今来ても遅えぞ。みんな無事か。あ、来た、ムービー。プレステのムービー、マジ好き。プレステ2な。あら、オープニングじゃん。竜は？使ってないけど。剣がない。俺は確かバンドルフとこの木は。母さんの作ったお弁当を父さんに持ってったよ。いいなあ、お城へ行けて。帰ってきたら兄さんに話を聞こう。ああ、それいい。そうしよう。楽しみだな、マックス。あ、お母さん。母さん。こいつ何なんだ。していました、マックス。あなたの求めるものはその先にあるのか。おい、あのロボット何なんだ？あいつも仲間になるのか？剣でかいな。ここは光の聖地エノクア。かつて光の結晶が安置されていた場所さ。ああ、そっか、それもこいつが壊したのか。てか、こいつがさ、テイマ法でいろんなところさ、こうテイマ法でパン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 ダメか。
いやいや、メリルと一緒にこう3人でこうテイマ法でパンパンパンで、はい、ドーンドーンドーン、はい、ゲームにならない。バンドルフ、13年前僕はダークキャッスルを召喚すると、その結晶の破片は3つの聖地のフォースの大結晶となり、再びダークキャッスルは封じ、しかし今大結晶はその全て。それならだがマックスこれダークキャッスル、これできないんじゃないかな。多分ここまでアニメとかまあいろいろ力入れてるから。殺すんだ、さもないとダークキャッスルを呼んで僕が君を殺してしまうよ。力入れてるから、まああとオープニングにも力入れてるから、多分そこまでの容量がないんじゃないかなというねあと普通に裏面とかが結構あるから、んーダークキャッスルは多分ないんじゃないかな。てか俺これ絶対クリアしてないわ。君が死んだら、そうメリル、君の代わりにか。うお戦う、うお、はいはい、うお、ガギアノバいいタイミングで押したな、俺。いいタイミングで押した。ちょっとね、ちょっと、そしたら、攻撃速度 S。おい。あ、これ。うれ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 。痛い、やばい。強すぎ、ワロタ。やばい。やばい、こいつ強すぎだろ。あー、いけない。マップで相手見えないんか。うわうわ、ガイアンナバ弱い、ガイアドマのが弱い。ダメ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 、なしだろ、攻撃するなし。どこにおるかさっぱりわからんな。おおい、はいはいはい、あいだ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 、うわめちゃくちゃ吹っ飛ぶ。俺も剣でいくわ、やっぱり。グレートソード、いけ。うわ、ガヤの場、うわ、ガヤの場。ほら。相手の攻撃を避けた瞬間に攻撃する。よっしゃーしゃーしゃー。攻撃が遅すぎて当たんない。おい、あれ。ほら。おい、こっちの攻撃だけぞ。どうした、うぅいあー、ほら、ほら、ほら、痛いね。相手さ、ずるくね、危ない。痛い、ちょ、守りの5分。おら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 、あ、ダメやん、ダメやん。クソ、相手ヒットアンダーウェイ使う、リアルヒットアンダーウェイ、痛い。嘘、本当にゲームオーバーかよ。あれこう負ける試合じゃないの。どっからやったっけ。ほらほら、どうしたどうした。これはさ、ぐるぐる回ってあいつ2回こぎゃ、痛い。死ねんの、はい。4000、これヘイストで、痛い強すぎ。弓でいこう、うん、やっぱり弓でいこう、無理。よーし、いくぞ。よし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 、お、先手必勝食らってます、先手必勝。痛い、よしよしよし。この岩をさ、縦にしてさ、うわー、岩いけねんや。危ない。この結晶をぐるぐるしてさ、うわ早いぞあいつ。あ、はいはいはい、あいつ遠回りでも早い、ぞ。痛い、うらあー、こいつ早い、痛い、ずる、スロー。スローならいけるか。あ、スローならいけるぞ。
し、倒した倒した。剣使ってないよ俺。倒した。どや、俺の弓は多分レベル差が全然違うと思う。あいつ多分レベル100だと思うぞ。覚悟しろ。わざと。あえて鎧着てるやん。こっち肌が薄着でないと本当に殺してしまう。まずそんな力が。マックス、仮面を切れ。兄貴、急げ。早く今のうちに。よせ、こんな結末面白くない。やめろ。やめろ。口んところ、口んところ。いや、そんな攻撃じゃん。突き突き突き。え、つけ。兄貴。てか髪の毛緑かよ。マックス、よくやった。全然違うじゃん。兄貴、本当に兄貴なんだよな。長い。兄貴につけられていたあの仮面、あれがバンドルフの正体だ。そうだ。俺はあの仮面によって体の自由を奪われ。もういい、もういいんだ兄貴。全部、全部終わったんだ。俺は大勢の人を殺めた。そんな、どうしようもなかったんだろう。違う、違うんだ。俺が気を確かに持ってさえいれば。兄貴、俺は。そうだ、君は僕に同調した。僕の考えと君の考えがシンクロ。だからこそ罪を感じた。バカな、仮面はもう。僕はそう簡単には死なないよ。これからがお楽しみなんだからね。なんだ。しまった、ダークキャッスルが。てか声優さんめちゃくちゃ豪華やな。ダークキャッスル、あれ、ダークキャッスルオープニングで出たやん。何が料理的には無理かもしれないみたいなこと言うんか。俺恥ずかしいわ。恥ずかしいな。めちゃくちゃ恥ずかしいこと言ったな。そうだ、オープニングで出たじゃん。あんななんか変な竜みたいな、うわーってしょってじゃん。動画見てくれた？見た。チャンネル登録した？した。おお。あ、ってことはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。